フイリのヒイラギフイリのレモンタイムフィークスケリカフイリとは植物においてもともと単色で構成される組織が本来持っているべき色つまり緑色の葉の一部が白や黄色あるいは赤の模様になることを指すことが多いこの白や黄色あるいは赤の模様をブチという外的または遺伝的要因によって多色になってしまう場合を言う多くは葉に見られる一般に病気や害虫 あるいは気温や土壌の影響などの一時的な現象とは区別される。ウイルス病により生じることも多いが、ンネなど品種として重宝されるものもある。その植物種の特徴として、すべての枝葉に現れる場合や、突然変異として出現する場合もある。狭い意味では後者の実を不入りという。多くはクロロフィルが部分的に欠乏して生じるが、表皮細胞と内部の細胞の間に、 空気の層ができてしまうことから生じることもある。もともとその植物の持つ反問としてある場合には、後者の例が多い。なお、フクリ林は、細胞内の葉緑体の性質であるから、核遺伝子に必ずしも依存しない。そのため、遺伝に際しては、細胞質遺伝の形をとる。サンセベリアはハサシュ繁殖で、ブチが消えることが多い。つまり、ブチの性質によって種子、 株分け挿し木などの繁殖方法を使い分ける必要がある。模様の形状からはフクリン、福林、層込み、り雨、トラフ、スジマダラなどが区別される。福林は円が、層込みはハケで、沿ったように、り雨は中央の葉脈を隔てて、半分が、トラフは中央の葉脈に対して直角に交わる、帯状に、スジマダラは平行脈に対して、 平行にそれぞれ変色する。すべての早枝が白くなる場合もある。これは、不入りの極端なものであるが、その場合には、光合成ができないので、普通は、栽培が不可能である。しかし、一部の枝だけに、それが現れた場合や、健康な枝に継ぎ木をすれば栽培できることもある。例えば、サボテンのヒボタンなどがある。なお、日本の古典園芸植物方面では、 柄物と称して、このような墓わりを特に重視するため、それらを表現する語彙も多い。具体的には、おとなどを参照。特に変わった点として、色が濃くなった部分が生じた場合も、不入りとする例がある。例えば、葉の円に沿って、色が黒っぽく出る場合をコンフクリンという。一般に、不入りの植物は、不入りの部分だけ光合成に使える、葉面積が少なく、 その分光合成量が低い。そのためブチなしのものに比べて、耐陰性に劣る。また、逆に、強光下では、早消しやすい傾向がある。オリズルランなどの植物では、ブチの部分にセフィによる栄養状態が現れるので、その色の変化がセフィの目安となる場合がある。ありがとうございます。